ぞ。了解。死刑囚4728号確認しました。死刑執行前に本人照合できるか。銃を持ってる。行きます。ウサギ待て。おい、まさか殺しちまったんじゃねえだろうな。ダメだな、先に人物照合しなきゃ。すみません。おい、そっちの手から指紋取ってくれる？わかりました。おいって。あ、はい。無視すんな。ちゃんと聞こえてます。今死刑囚の指紋確認しました。本人に間違いありませんね、ウサキくん。はい。いや、だから死刑執行してから確認したろう、お前ら。はい。そりゃダメだろ。そうだよね。すみません。まず無力化してから人物照合で死刑執行だろ。はい。僕も忘れてたわけじゃないんだけど、諜報課が半月も追尾してた相手なんだから死刑囚に間違いないんだって、長年の過信と思い込みもあったな。宇佐木が入隊してこれで二度目だな。死刑囚の本人照合を怠ったのって。前はお二人ともまあいいかみたいに済まされていたので、照合はそれほど大事ではないのかと思いました。何言ってんの、大事だぞ。本人確認はちゃんとしないと上の人に怒られるんだからな。そうだよ、そんなまあいいかなんて適当なことを僕ら言ったっけ。ええ、嘘。ありえないよ、いつそんなこと。確かドールズ1巻2話目の最後のページで。何その細かい記憶。あ、本当だ、翔太君言ってるわ。まあいいかですか。あ、こんにちは。お疲れ様です、上条隊長。お疲れ。どうも。それより今の話本当ですか。え、今の話って。とぼけないでください。死刑囚の本人確認を怠ったって話ですよ。本当です。宇崎くん。宇崎。へえ、さすが天下の第一部隊ですね。死刑囚かどうかもわからない相手を殺すなんて。それは。死刑囚の捕獲困難で角膜や指紋での照合は事前にできませんでしたが、手配書での人相にほぼ間違いありませんでした。ん、新人君。東堂です。東堂君、君は何パーセントの話をしてるの。は、多分やおそらくは確かに確率的には高いけど、不確定要素を抱えたまま人を殺していいとでも言うの。それは 100% 死刑囚であると判断できない相手を殺してまあいいかで済ませられるのは第一部隊ぐらいですよ。ずいぶん無責任な新人教育をしているんですね、三越葉総隊長。うん。総隊長ともあろう人が軽率な発言は慎んでいただきたい。ともすればこれは死刑囚の人権問題に発展しかねない。上条君、この件は僕の指示が遅れて。すまない。上条、完全に俺のミスだ。三越葉隊長、今回の件は上に報告してある。責任は俺がちゃんと取る。ふん、当然ですよ。ま、あなたたちがミスを繰り返して部隊番号降格になる分には大歓迎ですけどね。それじゃあ。はあ、なんかすみません。お前のせいじゃない。俺の注意が足りなかったのは本当のことだ。上条くんって言葉がきつめだよね。僕は正直ちょっと苦手なんだ。なんだかモヤモヤします。おお、人間らしい反応じゃねえか。それこそ上条様様だな。あそこまで目の敵にされてよく笑ってられるね、翔太くん。そうか。あまり言いたくないけど、僕だってたまには彼にカチンと来る時あるよ。式部隊長が。当然だよ、むやみに人を傷つけるような言葉遣い
僕は好きじゃない。上条は真面目すぎるんじゃないかな。俺たちが絡まなきゃそれほど悪い奴じゃないと思うぜ。本当に人望がない奴に隊長が務まるかよ。やけに上条くんのことかばうね。翔太くんたら、もう忘れたの？ん？じゃ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 ーん！題して、第三部隊隊長上条陸、歴代ワースト名台詞のコーナー！何かが始まりましたね。うん。このコーナーではドールズ本編でツンデレ王子キャラとして絶大な人気を誇っている第三部隊隊長上条陸くんが過去に言った人の心に突き刺さる名台詞をランキング形式でご紹介したいと思います。司会は私、第一部隊副隊長の式部聖樹と、ほら、宇崎くん。はい。第一部隊新人の東堂宇崎がお送りします。客を俺だけ？いいから聞いてて。はい。それではまず3位からの発表です。一体どんなセリフが出てくるのでしょうか。上条陸ワースト名台詞第3位はドールズ第2巻エピソード12のワンシーンです。いいですね、総隊長は何しても許されるって感じで。ゴッドハンド編の時ですね。三部隊合同捜査で打ち合わせに不参加だった翔太くんへの皮肉だね。ね、宇崎くん。ああ、言ってましたね、確かに。それ、さっきも同じようなこと言われたな。俺のいないとこでも言ってたのね。はい。あ、そう。続いては、第2位の発表です。まだやるんだ。みたいです。上条陸、ワースト名台詞第2位は、ドールズ第3巻。エピソード13のワンシーンです。僕は認めませんよ、あなたみたいな人が総隊長だなんて。だってそうでしょ、彼は苦楽を共にした仲間を上からの命令であっさり殺せる人なんですから。そんな人が僕らに向かって人形になるなだなんて、茶番もいいとこ。上条、言葉が過ぎるわよ！と、この時は第二部隊の相川さんが注意してくれたんだよね。ああ、あの時は正直心が折れそうでした。総隊長でも心は折れるんですね。何の確認だよ。いや、ただなんとなく。それでは最後に第一位の発表です。だんだん心が暗くなってきたんだけど。多分もう一息です。輝け、ドールズ第6巻発売記念、第3部隊隊長上条陸の音にして聞いてみたい名台詞第1位は。コーナー名変わってないか。はい。この後のセリフ、翔太くんも参加してもらうから。え、ドールズ第3巻エピソード17のワンシーンです。あんたなんかに助けてもらうぐらいなら死んだ方が。よかった。怒る元気があるんだな。